おはようございます。ただいま6時24分ですね。今日の予定を発表したいと思います。さあ、この動画がその予定通りにいってるかっていうことですね。今日はですね、まず午前中はですね、撮影と編集です。で、編集する動画は僕が代官山に買い物に行く動画があるんですけれども、これ無事に上がってることを祈ってます。それを編集すると、あとは、撮影ですね。新しい動画を撮りたいなっていうところ、編集が最優先でございますと。そして12時になったら、妻と一緒にですね、ドコモショップに行きます。ちょっと妻のね、携帯の関係で行くっていうような感じですね。ドコモショップに行くと。で、その後に、新宿にですね、行ってですね、ブルーボトルコーヒーと草枕っていうカレー屋さんに行く予定になってます。ブルーボトルコーヒー初挑戦でございますね。コーヒー好きなのに行ってなかったなと思って、ちょっと今日行こうかなっていうような、そんな予定でございますね。で、新宿でそれらが終わった後は、高円寺で、僕の妻の洋服を見るっていう、そんな予定になってますね。欲しい洋服のね、感じがあるみたいで、それをちょっと見に行くと。で、夕飯はまだ決まってないっていうような感じでね。すいません、ちょっと鼻をかみますね。じゃあ今日は、計画通りに行くのかっていうね。そこですよね。今日の一日はこんな感じになってます。い、ただいま9時4分、動画の編集が全然終わりません。が、一旦郵便局がいたので、僕ね、今週引っ越すんですよ。なので、ちょっとね、転移届、転送届っていうのかな。それをちょっと、出しに行きたいなと思うので、一旦ちょっと中断して郵便局に行ってきます。動画編集間に合いました。ただいまの時刻ですけれども、10時42分ですね。なんとか間に合って今アップロード作業をしております。これ、もしこの動画をご視聴していただいた方は本当にありがとうございました。突然ドメブラを買った日っていうね、動画になっております。ぜひまだご覧になってない方は見てみてください。はい、本日のコーディネートです。本日のコーディネートはマハラジャの休日をテーマに組んでいます。カレー屋さんに行くので、はい、ドコモに到着、そして新宿に到着。本当にね、夏っていう感じの空でしたね。僕の聖地にちょっと寄りました。そして、うわ、見てください、この看板。この手の看板はもう名店か、もう最悪かどっちかみたいなね、感じですけれども、さあどうでしょうか。店内に移り変わりました。もうインドの人やん、ほんまの人やんっていうね。僕が入った瞬間にちょっとキッチンがざわつきました。メニューが見づらい。さあ、ラッシーとチャイ、王道ですね。さあ、見てください。これが僕の頼んだナスチキントマトカレーでございます。ねえ、このヨーグルトのね、ラッシーとも最高のコンビ、王者の木顔、そしてブルーボトルコーヒー、やっと行けましたね。これもカレーの後のこれ最高です。そして高円寺に着きました。結局高円寺この後めちゃくちゃ歩くんですけれども、結局ね、このナルシスト系 Vlogger の人がやる、こう鏡に自分映すやつ、僕もナルシストなんでもちろんやりますと。で、結局ね、いろいろ歩いたんですけれども、なんだかんだで収穫なしでしたね。風俗帰りの顔。そして高円寺からも一旦中野に行きます。中野に着きました。中野でお目当てのお店はこちらですね。リトルバードっていうね、こちらの店でございました。しかし、結局何も見つからず、今度は渋谷に移動します。はい、着きました。渋谷は無印良品に行こうということで行きましたが、はい、これ収穫なしの顔ですね。続いて向かう先は、青春コンプレックス。そして、こっから怒涛のユニクロ。そして何もなし。シップス、グリムワール、ビューティー、ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース、そしてパルコ通り越してパルコの屋上。ね、すごい綺麗。あ、そして、これは絶望の帰宅という感じですね。この足取りは帰宅の足取りでございました。
はい、帰ってきました。まだ帰ってきた通り越してもその風呂入って、もう今日疲れすぎてそのままもう風呂入って今に至ってるっていうね、感じでございます。現在時刻は、20時43分でございますね。今から何かご飯を食べようと思うんですけれども、ただ今日はまだやり残したことがあると。このナンプレ男たるもの、もうやると決めたことはやり抜くということで、今日もこのナンプレをやっていくと。これ、意味わかんない方にご説明するとですね、てかほとんどの方が意味わかんないと思うんですけど、今僕ナンプレにハマってまして、このね、100均で買ったナンプレ中級編、これをもう毎日1個必ず解くという感じでやっていて、今ね、10番まで来てて、11途中、で今、終わってるっていうような感じなんですけれども、なんとかこれだけは今日はね、仕上げて、そして、また動画のアイデアとか練ったりして、終わりにしたいと思います。そんな、今日はいろいろと朝から頑張ったよっていう一日でございました。では、ハッピーライフを。